皆さんこんにちは、ホカピーです。草刈さんお悩みシリーズボリューム4はですね、グリップの続きになります。エラを削ったことによって草刈さんのカットがどう変わったのかに注目してみてください。そしてもう一つ、グリップ職人の山田さんによるミクロなラケット加工、ここにも注目してほしいなというふうに思います。それでは草刈さんお悩みシリーズボリューム4、グリップの続きをご覧ください。どうぞ。よし、じゃあグリップ加工したラケットでカットが安定するのかやってみましょう。はい、お願いします。はい、グリップでも全然違うんですね。違いますね。同じラケット、同じラバーで同じ日ですからね。そうですね。あ、そうか。もうちょい切る。そこですね。こっちかな。この太さが一緒ですもんね。あと厚みになる。厚み。うん。これを。ちょっと取りましょうか。はいはい、これが、うん、あ、ごめんなさい、動いちゃった。これ届かないじゃないですか。うん、そうですね。 1、2 ミリ届いてない感じ、うんうん、で、パッて握った時に、うん、届かない時が開いちゃった時ですね。はい、でパッと握り直して、うん、こんな感じで綺麗に隙間なくいった時が、うん、まっすぐ、はい、手首にも響いてこないし、はあはあ、まっすぐ、あ、ほんのわずかなんですけど、あ、ですから多分この辺なのかな、どっちなんでしょう。そうですね、この辺なんですかね。テーパーですね。厚み、まっすぐ、こうまっすぐ、まっすぐ、多分なんかこの辺なのかなという気は、そうか。そこ難しい。難しいですね。ちょっとここはまあ持ち帰っての課題にします。うん、山田さんに、うん、この部分ですか。うん、やるかやらないかは。はい。やってみましょう。あ、そうですね。じゃあちょっと一回テープかけてみましょうかね。はい。山田さんのラケット加工法。カッター。カッターの刃です。カッターの刃。刃だけです。ああ、刃だけを立てて、ああ、なるほど。
それはペーパーじゃできんわ、そんな風に。あ、で、綺麗に削れていくものですね。削りのこの量としてはほとんど変わってないですけど、ものすごく薄く、なんていうか汗がついて柔らかくなった部分が、なんていうんですかね、赤みたいな部分が取れてるような感じに近いのかなって。そうですね、なるほど。おはようございます。それでもちょっとどんなもんですかね。それだけでも結構違うと思います。結構違う。今のでもだいぶ違うはず。あ、ほんと。持ち直した時の、つく割合が、でもこれだって多分もう薄さにしたらほぼ誤差範囲ぐらいですよね。ですよね。でも持った感じは多分全然違うと、私グリップ加工するときいつもだからここで2コスにして、3コスにしてとかこれぐらいとかって作ったりします、ね、10回に2、3回届かないぐらいなんですよ、さっきの時は2回に1回とか、もしかするともっと届いてない感じだったんですけど、今は届いてる回数の方が圧倒的に多いです。じゃあもうちょっとやったらどうですか。もうそうですね、もう少し。これでも方向性としては、こっち削ったのと同じだけこっちを削るっていうやり方もあるんです。そう、片方ばっかりやると、こっち厚くてこっち薄くなる。両方やったら、まあほぼ同じを目指してやって、でもしダメなら、フォアバック、張り替えれば、ちょっと違うグリップが、でも基本同じグリップが出来上がるので。なるほど。そしたら今度バック面を少し加工していただいてもいいですか。はい。そっかそっか、ひっくり返したらいいんだ。私いつもだからそれでひっくり返してまた調整したりしてますね。この地道な作業なんだけど、これほんま一もないですもんね。ないですね、多分。やっぱりでもこれを指が感じるってことは、それだけ指先って繊細なんですよね。そうですよね。逆に、指先だと明らかに違いますから、カンナで削るよりもカンナだとやりすぎですよね、多分ね。毎回届きますね。あ、いい感じになってきました。毎回とちょっと注文してもいいですか。はい、ここを少し。お、こっち？はい。この今バック側はここですね。はいはい。はい。ほうほう。それは持った時に、こうなるのかこうなるのか、それともここがエラが張りすぎてるのか、どういう感覚ですか。それによっても削り方が少し。今5回ぐらいふわふわって持ったんですけど、ここは安定してくっつくようになったんですけど、なんか安定して当たらないんです、この面に。ああ、それがどっち角取ってる感じ。収まりを良くしたいんだよな。ちょっとこのレンズ側を蹴るとね、多分そこだと思います。そこが、無駄に張ってる感じがします。なんていうんですかね、この肉を、肉に対する圧迫感がすごい不均一って言ったらいいんですかね、ある部分だけなんか強く、この肉を押してくる感じが あったので、今までそんな感じたことなかったんですけど、こっちがつくようになったらそんなところが気になっちゃってなってきますね。これやりだすとね、ドツボに。あ、うまいですね。これ正解がね、分からなくなってくるんですよね。ありがとうございます。はい、どう
でしょう。あ、でも圧迫感だいぶ消えました。消えた。おお。はい。さっきまでここがなんか強く当たるなだったんですけど、うん、今はその不均一な感じがなくなりました。だんだんやってくると。このもう一つ先にもう一つ当たりがあるんじゃないかと思ってやって、うん、やりすぎると帰れないなるほど、踏みとどまる勇気が必要なんですね。そうなんです。あ、じゃあやってみますか。はい、なんか別物です、うん、おお、いい感じ。あ、いい感じになることをちょっと。なるほど。あ、ふ、なんていうか、うん、強く当たるとこっちに行ったりこっちに行ったりの、うん、その不安定感みたいなのがさっきあったんですけども、うん、その圧が均一になるとさっき言われたみたいな、うん、そういうの確かに消えますね。おお、よしますよ。はい、すいません、今回もここまでです。めっちゃディープな話してますね。こんなディープな世界もたまにはいいんじゃないですか。次回の動画でまたまた草刈さんのカットが変わるかもしれませんよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴本当にありがとうございました。